皆さんこんにちは、ジャックです。今日もスリーフィンガー講座の方をやっていきたいと思います。今日はですね、前回の動画でご紹介しましたベースを使わない、練習、スリーフィンガーの指を動かす練習をご紹介したいと思います。一番手軽なのはですね、この自分の左手を使うっていうものです。どうやるかっていうと、この2本、どっかの2本ですね、どっか2本を使って、親指当てます、指当てますっていうふうにすると、これがちょうど弦のイメージに近くなるんですね。ちょっと感覚は広めかもしれませんけども、一応この1本目というか、この指の感覚がこう弦を弾いて次の弦で止めるっていう風なニュアンスにも似てるので、こういう風な形で指を動かす。ちょっと待ってみて、こういうのをずっとやってました。で、これは今こうやってわざとお見せでやってますけど、別にこう立ってる時にですね、自分の指をこう触ってるような風なニュアンスでできますので、どこでもできます。で、さらにこうベースを弾く時にはなかなか客観的にこう自分のフォームって見ることができないんですけども、手だったらこう自由にこう角度が変えれるので、ちゃんとこの横から見てこの字型になってるかとか、指先が揃ってるかとかですね、いうことを確認しながら動かすことができます。これは一つおすすめです。授業中、仕事中、会議中、通勤時間、どこでもできます。よく授業中ずっとやってました。はい、まず一つ目ですね。ちょっともうちょっとご紹介したと思います。それはとりあえず。